ただいま。ただいま帰りました。ネットでポチりたいです。先週末ちょっとお出かけしてまして、まあいろいろやってきたんですが、土曜日は横浜の VCM っていう古着のお祭りですよね。日本中の有名なもう人気古着屋さんがドーッとパシフィコ横浜のでっかいホールに集まって、こんなでかいバッグ持ってって、これザラオリジンズの中にパンパンに詰まってるんですけどね、4点購入しました。百何十店舗集まってはいるけども、まあそんな詳しくないからささっと見て、下手したら1時間ぐらいで見終わったらどうしようなんて思ったんだが、5、6時間いたね。シュプリームと MM6 がコラボ発売日で、なんか2000人ぐらいシュプリームの前に並んだっていう話を聞いて、大変だね、行列ご苦労さんなんて言いながら、私はまあもしかしたらそれ以上長い行列に並んでたんですけど、まあ、会場に入って割と速攻見つけてこれくださいって言ったやつがね、こちら T シャツ、これハンドペイントの T シャツ、プリントじゃなくてペイントなんだね。ハンドペイントの T シャツ買ったことあったかな。ボディがヘインズの5050っていうんですかね、あのコットンとポリエステルが5050で、80年代から90年代の頭ぐらいのボディらしいんですが、実際にね、このペイントを、ハンドペイントをいつ描いたかは、まあ、わからないみたいで、あの、お名前でしょうかね、これはね。この方が検索しても出てこないので、まあ、有名な方かどうかちょっとわかりませんけど、これを描くのに手間と時間かかるよね。で、こちらが19,800円、税込み19,800円。 T シャツだとしたら、まあ、ヴィンテージではないから、まあね、安くはないけど、一点物の作品だと思ったら激安も激安だと思って、絵の具ののりがね、分厚く絵の具が乗ってるところ、この立体感が、まあ、プリントでは出てこないところと言っていいんでしょうか、わかんない。プリントでも分厚くインク乗せることもあるのかもしれないけども、あー、はいはいはいね、大切にね、大切、乱暴にしないでね。そうだ、どこで買ったかね、言わないといけないですよね。ミニットマン、ミニットマンっていうお店で、なんか熊本でやってる古着屋さんだけど、実店舗を持たないでポップアップとかしているっていうお店らしくって、 YouTube もやってますなんておっしゃってたんで、なんか男性2人でやってて、アメリカ買い付けみたいな動画、なんか面白そうだなと思ったんでチェックさせていただこうと思います。 VCM 本当に入ってすぐだったからさ、いきなり買っちゃって、これから百何十店舗見るのに早かったかなとは思ったんだけど、まあその後お店の方とちょっとお話しさせていただいて、なんかこっから見ていくにあたりコツとかありますかって伺ったら、やっぱね、気になったものはその時に手に入れた方がいいですよって言われて、会場広いからさ、後で来いよっつったって、もうやっぱ1時間後2時間後になるわけですよ。まあその時には大抵なくなってますからっていうことで、俺もこれさ、その瞬間買わなかったらもう二度と出会えなかったような気がする。じゃあ次、これか。はい、スウェットシャツでございます。90年代のリバースウィーブなんだけど、こういうグレーのさ、何にでも合わせやすいようなやつって持ってなかったのね。1個欲しいなーなんて思って見てたらば、これがね、ハスキーさんっていう下北沢の人気の古着屋さんみたいで、お店がねすっごい混んでた。そこのブースぎゅうぎゅう、いつもいつ行ってもお客さんぎゅうぎゅうで、奥の方なかなか見に行けないみたいなところで、そこの手前の方にスウェットシャツがこう山になってたのよ。なんかワゴンセールみたいにちゃんと綺麗に並べてるんだけど、みんなわーって来るから広げてボンと置いて、広げてボンと置いてみたいなことで、まあ結果すぐ山になるんだけど、その山の上の方にあってさ、俺も何気にこう手に取ってみたら、あ、リバースウィーブじゃんと思って、これはね、プライスがねどこにもついてなくて、まあお店の方に聞いてみたら、これいくらですかって言ったら、あ、そこにあるやつ全部9000円って言われて、まあ90年代でこんな安いリバースイーブ、しかも XXL で、正直やっと巡り合えたっていう運命の一着とは思わないけれども、多分この後着てくとどんどんなんか自分にしっくりきそうな気がする。俺がすでに持ってるリバースイーブとか大体プリントなのよ。たまにはせっかくだから今回は違うの行ってみようと思って、これ なんていうんですか、アプリケっていうんですか。正直ここに書いてあるやつは、まあ、どっかの大学の名前だろうくらいで、あんまりこだわりないんで、これにしてみたんだけど、ビニャードって
あれなんだね、ブドウ園、ブドウ農園っていう意味なんだって。これを着てワインを作ってたんじゃないかなとか思うと、なんかワインね、あの友達の店に飲みに行くときにこれ着てってみたら楽しいかなとか、いろいろ妄想が膨らんでおります。3万円4万円のリバースウィーブとか今普通にあるわけじゃないですか。それはそれでいいと思うけど、まあ俺はこれで、そうだ、これ買ったね、ハスキーさん、ハスキーさんで、俺の友達が別人のスカジャンを試着させていただいてたの。これ絶対いいよって言ったんだけど、お値段が26万円。フリーマーケットとか飲みの市じゃないから、日本中のいろんなお店がもう一軍の服を持ってきてるから、何十万、何百万っていう服がもうずらっとラックにかかってて、下手したら床に落ちてるわけ。とにかくなんかものすごいとこだからさ。まあもう一回一応最後に見て帰るかって言ったら、なくなってました。最初のミニットマンさんが言った通りだね。その時に手に入れなければ、まあ、二度と出会えなくなるっていうものが多い。まあ、そんなことを学びつつ、こちらは9000円でゲットできてきたから、その高低差楽しいね。で、まあ、これ下北沢のハスキーさんでしょ。次も下北沢のお店で、ずっと前から気になって行きたかったお店だったんですよ。それがね、どこかっていうと、こちらなんですけど、はい、こちらです。スニーカープーマのヴィンテージスニーカーですね。そうです、下北沢でヴィンテージのスニーカー屋さんといえばソマさんっていうね、ヴィンテージスニーカーの美術館博物館っていうことで、俺がね知識ないから行ってもさ、お店の方と話も合わないだろうしと思って、もうちょっと知識身につけてから行くお店かなと思ってたんだけど、話しかけていただいて楽しくなっちゃって、気がついてたら買ってました。80年代のイタリアで、メイドインイタリアか、メイドインイタリアって書いてあるんですけど、なんていう名前のスニーカーなのかがちょっと分からなくてですね、ネットでこれ撮影する前に見てみたら、トップウィナーっていうなんかスニーカーがあるのね、プーマのね。でそれに似てるなーなんて思うんですけど、それなのかな、ごめん分かんねえ。うっすらね WM スポーツって書いてあるのかな。WM ってウィメン、ウーマンの意味なのかもしれない。でサイズがでもでかくて10サイズ10でかく履いて、まあね、中敷きとかしてこうシューレースギュッと縛ったらかっこいいですよなんて言われて、だからまあ確かに履いてみて試着してみたらちょっとでかかったんだけど、中敷き敷かなくてもまあギリいける感じで、でもまあ敷いてみてちょっとさらに履きやすくなるかななんて思いながらですね、プーマもちろんスウェードも気になるけども、このプーマのなんつうかな、このシンプルさが好きで、あと普通にこのプーマのね、プーマのあのマークが好きですから、いつかしーちゃんもこの格好できるように、はい、わかった。お値段が32,780円。そのお店のね、ソマさん曰く、次これ、入荷した時はまあこの値段ではないと思うし、もうそもそもどんどんヴィンテージスニーカー手に入らなくなってきてるから、売るものがどんどんなくなってるから、店に来るんだったら早めに来た方がいいよって、お店があるうちに来た方がいいよって言ってましたんで、おっしゃってたんで、ちょっと早めに行きたいと思います。ということで、以上3点じゃなくてもう1点あった。それはね、実はね、さっきから来てたこれ、コダック。もしかしたらコメント欄が荒れるかもしれないので、お店の名前言わないでおくね。超有名店、会場でもいつも人気だった。まあ俺学生時代自主制作映画を撮ってたので、コダックのフィルムっていうのにすごい思い入れがあるのね。オフィシャルっぽいしさ、この脇っちょにタグとかついてて、そんなにヴィンテージとかではないとは思ったんだけど、つうのもお値段が8000円ちょっとだから、ヴィンテージとかじゃ絶対ないなと思って、まあなんかプロモーション販促用のやつなんだななんて思ったんだけど、にしてもかっけえなと思ったわけ。まずこのプリントがもう我々にひび割れているのが、もう全体的にめちゃくちゃひび割れてるのが、俺これもう大好物だからさ。でそれとあとボディのこのなんかね、シルエットがこれ横に結構、これサイズが後ろにそうだ書いてあって M サイズなんだけど、 M サイズの割にはこの身幅がたっぷり、身幅たっぷりで短丈だったのよ。丈が短くて、これ妙に今風のシルエットなんじゃねと思って、でお店の方とも、まあ、何喋ったか全部は覚えてないけど、このなんかボディの形変わってますよねみたいなことを2人で喋った覚えはあるのね。なんかそれがきっかけみたいでな感じで買ったようなもんですよ。いやー8000円でいい買い物したわとか思って、
で昨日家に仙台に帰ってきて、でこれ撮影するにあたりさ、あまりにもちょっと情報がないから、もうちょっとなんか調べなきゃななんて思いながら、この裏とか見ていたのね。選択表示のとこ見たら、なんか日本語が書いてあって、あ、日本のコダックの反則用のやつなのかななんて思って、もうちょっと見たら GU って書いてある。え、 GU って書いてあるって思って、ということはとか思って、ちょっとだんだん血の気が引いてきて、で首の裏見たら2019って書いてあってさ、え、4、5年前とか思って、 GU で4、5年前にこれ出してたとか思って、GU コダックで検索したら、悲しいことにずらっと出てきて、メルカリにもいっぱい出てて、当時の価格が1490円、メルカリだと790円とかで出てて、俺と同じサイズのやつ、俺10倍値段出してこれ買ってきちゃった、横浜の古着の祭りでって思って、これはさすがに自分の情弱っぷりを晒すことになるから、これ買ってきたことはなかったことにして、動画の中ではこれに触れないようにしようと思ったんだが、もう一回メルカリの写真を見たら、おやと思ったわけ。なんか俺の買ってきた8000円のと違うくねと思って、いや違うくなくはないんですよ、同じなんだけど、やっぱ違うのよ。プリントなんてね、ヒビなんては入ってるわけないし、 T シャツのボディも普通に縦長なんですよ。こんな横に伸びてないわけ。最初からこの状態で売ってたんだとしたら、もう私は降参ですけど、全然普通はベタっとしたプリントなんだもん。普通に誰かが着てる状態でこうなったのか、ピチピチに着ててこう伸ばしてってさ、その中で、その流れの中でどんどんひびが入ってってさ、洗濯何回もして退職してってさ、狙って育てたのか、まあ、偶然になったのか知らんけど、どっちにしてもやばいよこの T シャツはって思うんですけど、とはいえ元が1400いくらの GU で、今メルカリで790円で出てるやつを10倍の値段で買った、おめえは情弱だわらわらって言うか、まあ、言いたきゃ言えって感じだけど、はい、というわけでしーちゃんをほっぽり出して横浜に行って4点ゲットしてきたっていう話でした。いや楽しかった VCM。 もちろんあのコアなガチ勢の方が行っても楽しめるだろうし、俺みたいな、まあ、浅い古着ファンが行っても十分楽しめると思うんだけど、ネットでポチリ隊が言うことじゃないかもしれないけど、物触ってみないと分かんないねっていう、でもネットでポチるのも楽しいんですよって、ネットでポチったやつも今ね、あの家に向かってきてるからどんどん紹介していきますよっていうお話でした。 Hit it! Oh, I do.